寒波とはその地域の平均的な気温に比べて、著しく低温な機械が波のように押し寄せてくる現象のことである。北極周辺の高、中緯度地域に現れやすい。規模の大きいものでは、大寒波とも呼ばれる。北極には、極循環によって、非常に冷たい空気の塊ができる。この空気の塊は、北極を中心として、 周囲に膨らんだり縮んだりといった動きを繰り返している。膨らんだり縮んだりといった動きは、寒気の南下、北上を意味し、膨らんだ時には寒気が南下する、あるいは寒気が放出されるなどと表現する。気象学的には寒気の南下あるいは寒気の放出と介されるものが、いわゆる寒波と呼ばれるものである。寒気の南下しやすさあるいは、 寒気の放出されやすさは、北極の極高圧帯と中位度高圧帯の気圧の差に左右される。この気圧差は、北極振動と呼ばれ、数週間数十年の複数の周期で似たような気圧差パターンとなる。気圧の差が大きいと、北極気団の周りを流れる寒帯ジェット気流が、強まって冷たい空気を動きにくし、寒波の頻度は低くなる。 気圧の差が小さいと、寒帯ジェット気流が弱まって冷たい空気を動きやすくし、寒波の頻度は高くなる。南極にも非常に冷たい空気の塊や周囲との気圧差の変動があり、北極と同じようなメカニズムで寒気の北上あるいは寒気の放出を起こし寒波をもたらす。コイド地域では冬を中心とした観光期の長い間、 しばしば寒波に見舞われる。ここから緯度が低くなるに従い寒波に見舞われる期間は短くなり、寒波の温度も高くなる。極地域では極気団の内部の気圧が不安定になる。ことによって寒波に見舞われるために高緯度地域に比べて頻度は低く、もともと気温が低いため寒波による気温の低下は、それほど著しいものではない。夏を中心とした暖高期には、 寒気がやってくることはあるものの、寒波に見舞われるようなことは少ない。低緯度地域では夏の寒波は見られないが、高緯度地域では稀に夏でも寒波に見舞われることがある。寒気が南下する際には、暖かい空気との境界に寒帯前線ができ、一緒に移動してくる。寒帯前線の付近には低気圧が発生しやすく、発達も著しい。低気圧の発達は、 局地的に気圧差を拡大させるためより一層強い寒気を引き込み、寒波も強いものとなる。寒波による影響は低温によるもの、強風によるもの、大雪や着氷によるものに大別される。寒波により気温が氷点下まで下がるなど、著しい低温となることがある。この場合、水道管やガス管の凍結に伴う水道やガスの供給停止の恐れがある。 強風は低気圧を伴って寒気が南下する場合に多く見られ、建造物や物品の損壊をはじめとした風害をもたらす。寒波は大抵の場合、雪を伴う。雪の量が多いと大雪となり、積雪や地吹雪により様々な災害をもたらす。寒気が大きく南下すると、低温の範囲も南に広がり、それに伴って、 雪の範囲や大雪の範囲も南に拡大し、通常、雪が少ない地域では、少量の積雪でも、大きな影響が出る。低温による人体への影響もある。冷たい外気や雪などは、部屋の温度を下げるため、暖房などが十分でない場合は、人の体温を下げて、生命を危険な状態にしてしまうことがある。軽微な場合は、霜焼け程度で済むが重度の場合。 極部的に冷やされた場合は、当初、体全体が冷やされた場合は低体温症の恐れがある。対処法については低体温症対処法を参照。ホームレスなど屋外で生活する者には、寒波の影響は大きく多数が、死に至ることもある。ウクライナの例では、寒さをしのぐために飲酒し、そのまま路上で亡くなるホームレスが多いことが報告されている。 1950年代以前1960年代1970年代1977年2月中旬の寒波による最低気温1980年代1981年2月下旬の寒波による最低気温1990年代2000年代2010年代2020年代冬は凍結から水道管を守りましょう 神奈川県企業庁神奈川県営水道、欧州大艦派、ポーランドで新たに10人死亡、氷点下20度下回る。afp、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズス,ス,ス,スラッシュダッシュスラッシュ31135572017年1月13日閲覧。ウクライナ。 カンパによる死者40人に、AFP2017 年1月14日、閲覧災害時期象資料、平成28年1月23日から25日に、かけての長崎県の大雪と低温について、平成28年1月27日、長崎地方気象台災害時期象資料を平成28年1月24日から25日に、かけての大雪と低温について、 平成28年1月27日、小島地方気象台、なぜ速攻所は北海道史上最強の寒気流入11月24日、都心で異例の積雪。12月中旬以降の大雪と低温の要因と、今後の見通し日本気象協会2021年1月15日、横手の積雪203センチ午前7時現在、最大値を、さらに更新。 秋田伊佐尾新報2021年2月5日、アフガニスタン15年ぶりの大寒波、死者数3 2 2人以上。AFP2021 年8月30日閲覧。北極の清掃圏突然消音により、寒波襲来の恐れ。2018年の大寒波と同じマイナスニューズウィーク、日本版2021年1月7日。ありがとうございます。